アートに新しい価値観を投じたいというか、まあ、今まで発見されてない、あ、こういう価値観とか考え方あるんだっていう、そういうのをぶん投げていきたいなっていう。そんな彼の手となるのはドローン。それは人間と機械で作り出すアイデンティティ。ブレイクゼイア、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち。本郷美術骨董館の提供でお送りします。現代美術家山口正人、独学でアートを学び、機械を使って作品を手掛ける彼が行き着いたテーマ、人間の存在。もともと昔の作品においても一貫している部分としては、自分の手で描かないってことなんですね。僕の場合はじゃあそのお掃除ロボットとかドローン飛ばしたりとか機械を使って作品を描くんですけれども、クリエイティブな部分、そういうところにも機械が介入していった時に、逆説的にじゃあ人間って何っていう。機械に委ねるからこそ見える人間の本質、それこそが未来を見据えるために必要な価値観。もっと本当に自動化されたら、もっと僕の感性ってなくなっていくわけですよ。でもそれが僕の作品ですってことで出すわけですよね。他の作品を見ることで、じゃあ見た人自身が、じゃあ逆に私って何なんだろうみたいな、そういう疑問につながったらいいかなっていう。そこで生まれる絵画はアートなのか。現代社会における疑問を機械を通じて提示していきたい。僕はそういう機械が人の世界に介入してくることをすごい前向きに捉えているんですね。暴力的にも使われたりとか、ドローン自体の持つイメージっていうのが人とかその現象にすごく依存しちゃっていて、ネガティブなイメージで見られることもあるので、ドローンで絵を描くことで、なんかそのポジティブなイメージになれないかなっていう。人間と機械、対比する存在の中で自分を見つめ直してほしい、そんな山口正人の思い。どんどんこう表現が機械化されていったとしても、じゃあそこに残ったわずかなところに、ひょっとしたら人間のなんか本質的なものっていうのが見えるんじゃないかなっていう。でもそれがこれからの時代とかには重大なテーマなんじゃないかなって気がするんですよ。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はアーティスト本橋浩介のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。